今まで乗り物コーナーでちらちらと見せてきたことの集大成をこれからやるんですけど、はい、まず浮島丸事件とは何なのかみたいなことが分かんない人が多いと思うので、これを僕らがペラペラと説明するよりも、現地でずっとその追悼のとかをやってきて来られた方に、まずその舞鶴に、僕らは青森に行ったのに、この話は舞鶴から始まります。ということで、ちょっとこうビデオを見てください。まずは5分。正面の海、ここは舞鶴湾なんですけど、正面に蛇島という島が見えます。はい。で、左手に見えるのが烏島という島です。はい。で、この追悼公園と蛇島の間は距離的に 1200m あるんです。はい。で、そのちょうど中間点、この追悼公園から 600m の沖合に浮島丸が沈んでたんです。1978年の8月4日に作ったのがこの追悼の日なんです。舞鶴市内の美術教師が中心になってこの像を作られるんです。この写真は1954年の9月に舞鶴で写真館をされとった三浦さんという方が撮られた写真なんです。浮島丸は1945年に沈むんですけど、沈んだままでほったらかしにされます。ほんで、この船の中には遺体もまだ残ってる状態だったんです。奥に走ってる船は大陸からの引き上げ船、港湾丸という船なんです。で、この船にはようやく中国ですとかソ連から日本に帰れると、戦争終わってようやく日本に帰れると喜びの船なんです。ただこちらの浮島丸の方には、故郷朝鮮に帰りたいと思っても帰れなかった人がまだ海に沈んだままになってると。このパネルは浮島丸の犠牲者の追悼歌なんです。特にこの舞鶴には海軍の基地だったということで、朝鮮人のいろいろ悲しい思いが詰まった町だと。例えば戦前舞鶴の海軍工廠ですとか港では港湾二役の労働者として、朝鮮人がハンさんによれば3万人働いていたと。植民地の人間ということで、もう生活するために舞鶴に来て苦しい仕事をしていたと。それで仕事で亡くなった人もいると。そして終戦後は浮島丸で亡くなった方がたくさんおられると、そういう悲しい思い、それをこう歌詞にしましたということでお聞きしております。やはり来ていただいた方に浮島丸の爆発と沈没のこと、そして私たちがどういう思いで追悼の取り組みをしているかということをご説明したくて、この碑文作ってるんですけど、20年ほど前に2回ほど壊されてるんです。1回目は赤いペンキをベタッと塗られまして、その場所がこの植民地支配という場所なんです。
でその翌年には金属でこの植民地支配という文字が削られてしまって、ここから見える正面の住宅街なんですけど、前鶴市の白浜台という住宅地なんです。でその手前に薄緑色の学校があるんですけど、あれは和田中学校という学校なんです。和田中学校の美術史で1978年に追悼の像が制作されたんです。追悼の像を作る中心メンバーの塚本耕作先生は和田中学校の美術の先生だったんですわ。それで和田中の美術室で作ろうということで、私の母校なんです。はい、チャット欄に舞鶴どこやねんっていう話が結構ありました。皆さん、特に関東の人は舞鶴っていうのあんまりイメージが湧かないのかもしれないですけど、京都の日本海側ですよね。で安田さんがこの間、岸壁の母だというふうにおっしゃってましたけど、その引き上げ線がついて、母は来ました岸壁にという歌ができたのが舞鶴港ですけども、今の浮島丸殉難者を追悼する会の会長の品田茂さんは、実は布施友人さんに紹介していただきました。布施さんがすでに会って取材をされていて、そのつてで品田さんの連絡先なんかを布施さんから聞きました。ということは布施さんはなぜ、この浮島丸の件をいつからやり始めてたのかなということをちょっとお話ししてもらっていいですか。はい、そうですね、僕がこの浮島丸事件のに関心を持ったというか、そもそも恥ずかしながらですね、知らなかったんですね、そもそも。で、今からちょうど3年前、2021年です。2021年に、全く別の、舞鶴市内のある銭湯の、取材で、舞鶴に、行ったんですけれども、その時に、この浮島丸事件ということを、知ったんですよね。じゃあ、たまたま知ったってことね。たまたま、まあそうですね。で、それで、かなりショックというか、その事件そのものもそうなんですが、こういう、この平和の問題であったり、日本の、戦争の問題を、20年近く取材をしてきた中で、自分がそこに触れてこなかった、知ることがなかったこと自体に結構ショックを受けまして。うんうん、で、それで翌年の、8月24日ですね、浮島丸が、沈没した時に、毎年舞鶴市で、慰霊祭をやってまして、で、そこに行って、品田さんに、出会ったというのが、最初の、品田さんとの出会いでした。はい、これが布施さんが、慰霊祭に行った時の写真なんですけど、うんうん、これが77周年の時、おととしですかね。おととしですね。はい。はい、で、こういう感じで写真、慰霊祭が、現地で行われていると。さっきの、これがさっきの追悼公園と品田さんがおっしゃっていたところ、追悼碑のある場所、その目の前で、これ、はい、今、話されているのが品田茂さんですね。で、朝鮮学校の、京都の朝鮮学校の生徒さんたちの歌があり、うん、という様子で、最後こう海に花を流すと。ちょうどそのさっき品田さんがおっしゃってましたが、浮島丸が沈んだところの目の前がこの追悼公園になっていると、うん、いうことで、そういうことがずっと行われているのを布施さんも知らなかったし、まあ言ったら僕もあんまりよく知りませんでした。安田さんはいかがですか。だから僕らは文言として浮島丸ってのはもちろん知ってはいたけれども、うん、その内実まで詳しく知ることはなかったわけですよね、うんうんうん、でそこで一体じゃあなぜ沈んだのか、うん、何のためにこの船が
この湾内に入っていったのか、うん、そうしたことに関しては私も全く知らなかったわけです、うんうん、もちろんこれは大きな謎として、多分これからまた久世さんがご説明いただけると思うんだけども、うん、この浮島丸が存在した意味、うん、そして博打の謎、その辺を、まあ、今回の番組でね、これからいろいろご紹介できたらと思ってます。はい、舞鶴どこやということで、地図を作りました。浮島丸はこの下北半島の大湊港というところから日本海を通って舞鶴港に行って、そこで爆発して沈没してしまったと。これ京都の北側です。で、舞鶴の中はどうなっているかというと、これが舞鶴湾ですね。さっきの布施さんが撮った写真で品田さんが挨拶して朝鮮学校の生徒たちが歌ってたのが、この浮島丸殉難者追悼の日っていう、これ Google マップにもちゃんと出てるんですね。で、このバツがついてるところで、船が沈んだと。で、そもそもどういう事件だったのかというのを、もう一回ちょっと品田さんに、詳しく説明して、いただきましたので、その映像をちょっと見ていただきたいと思います。20分あります。1995年に浮島丸をテーマにした映画を作ろうということになったんです。で、それは京都市内の市民グループで作ろうとなったんですけど、浮島丸がテーマですんで、舞鶴でロケをすると。で、それも1000人規模のロケだということで、そのロケの手伝いをするスタッフを、当時の追悼する会の須永さんという人が探しておられたんですわ。で、須永さんは私の市役所の大先輩でしたんで、須永さんに舞鶴ロケの手伝いをしてということで、それで手伝ったのがきっかけなんです。はい。それまではその浮島丸のことを、はい、ほとんど何もご存知なかったっていう感じですか？歴史の用語としては知ってたんですけど、具体的なことは何も知らなかったんです。それで映画のロケで浮島丸が沈んだと、それでよく質問したんです。何人ぐらい亡くなられたんですかって。うん。これから乗っ取られた人は誰ですかと。ほんで朝鮮の人たちやと。ほんでその人らはなんで浮島丸に乗っ取られたんですかいうことで、いろんなことを質問した覚えがありますんで、具体的にはほとんど何も知りませんでした。舞鶴の方っていうのは、その、はい、例えばその浮島丸事件というものの存在自体はみんなその聞いたことあるとか、そういう方がやっぱり多いってことなんですか？よその町に比べたら多いんですけど、それでもまだまだ知らない人多いですね。で、舞鶴の人が浮島丸聞いたことあるなとか知っておられるのは、毎年8月24日に、これは浮島丸が沈んだ日なんですけど、亡くなった人の追悼式を開いてるんです。で、そうすると新聞の記事に出ますんで、舞鶴の人は新聞の記事通じて、昔舞鶴で浮島丸という船が沈んだと知っとられる程度です。はい。浮島丸の爆沈というのはもう1945年に起こった出来事なんです。そして詳しく知る人も少ないですし、なぜ舞鶴でこう沈むことになったのかとか、爆発原因ですとか、そして乗ってる人も人数わからないと、死んだ人の人数もわからないと。そしてそういう戦後の事件については、真相究明があって、そして公式な謝罪があって、そして補償と、こういう手順が踏むのが普通なんですけど、ほとんど忘れられた出来事なんです。ほんでやっぱり歴史の中で起こったことは、どんなこう出来事でもはっきりこう調べるということが大事だなと思ってたんです。まして当時活動されとった須永さんと小田さんはやっぱり戦争を起こった直後のことを何とか解決したい、何とか亡くなった人を供養したいと頑張っておられたんで、
非常に大事な取り組みだと思ったんです。品田さんが書かれた、バクチン浮島丸という本に、はいはい、須永康郎さんと野田美希夫さんの、はいはい、当初から、追悼の、活動を一番最初からやってくれた方の、はい、お話が詳しく載ってますよね、はい、実際にその須永さんと野田さんとずっとこういろいろ付き合う中で、はい、どういうふうなことを学んだというふうに感じてらっしゃいますか。まずは野田さんがね言われてたことなんですけど、野田さん自身も舞鶴で生まれ育ったけども、この舞鶴湾で浮島浦が沈んで女性や子供がたくさん亡くなったということを知らなかったと。ほんで舞鶴でこんな悲しいことがあるというのを知らなかったことはショックだったと。だからやっぱりそういう浮島丸のワクチンということはきちんとやっぱり自分も知りたいと、そしてきちんと亡くなった人を供養したいという野田さんの思いをやっぱり直接聞かせてもらって、やっぱり亡くなった人を供養したいという思いをね、追悼したいという思いを、その思いを学んだということが大きいですね。そして須永さんがよく言われてたんですけど、やっぱり浮島丸の爆沈が起きた根本的な原因は日本の戦争と植民地支配だったと。ただ何が問題なのかということはみんなで話し合ったり勉強しないとわからないと。だから私も須永さんの話を聞いて自分でも勉強せなあかんなということを学びましたね。それでやっぱり、どの国にもやっぱり恥ずかしい歴史というか犯してしまった間違いの歴史があるわけで、しかし放火無理することはやっぱり歴史から学んだことにならないと思うんです。やっぱりきちんと歴史を学んで、やっぱりアジアの人々に反省するべきことを反省したいと、そういう思いで浮島丸のことを須永さんから学ばせてもらいましたね、うん、何のためにこの追悼をするのかとか今非常に大事な話で、この追悼の取り組みが始まった頃は舞鶴でそんな悲しいことがあったのかと、でみんなでこう追悼しようと、みんなで入れようしようということで始まったんです。ただ須永さん野田さんがいろんな苦労されながら取り組みをしていく中で、やっぱり日本の責任、日本人の歴史の責任、そういうことを気づいた出来事だったと思うんです。やっぱり浮島丸の爆発と沈没で多くの人が亡くなっているというのは日本の明治からの戦争政策がなければ起こっていませんし、朝鮮を武力で植民地にするということもなかったら起きてませんので、はい、そう日本の歴史責任を自覚したという点では大事な出来事だったと思いますね。浮島丸が、はい、青森の大港港を出て、釜山へ向かう途中に舞鶴港に入港したっていうのも、その舞鶴港が軍港であるということと大きく関係してるってことですよね。してますね。1977年に NHK が爆沈という浮島丸を扱ったドキュメンタリー作ったんです。その時もそのテレビ番組見てますと、やっぱり舞鶴軍港に途中で寄ると。で、その番組の中で、日通の高橋さんという人は、浮島丸に乗るようにという命令を受けたと。で、どこまで行くか言ったら、舞鶴までだと。で、釜山じゃなくて舞鶴だということをはっきり聞いたことを言われてますんで、
やっぱり軍港だから浮島丸がここに入ってきたということはもうこれは歴史的な事実ですね。浮島丸事件っていうのは、はい、もう80年近く経ちますけど、そうですね、今に至るまでそのなぜ浮島丸が爆発してその舞鶴湾の中で、うん、沈没したのか、それで、そこで亡くなった人は何人だったのか、うん、ありとあらゆることが、まだ全然謎のまんまなんですよね。そうですね、そうですね。なぜここまでその謎だらけになっていくんだと思われますか？私も正直言ってよくわからんとかあるんですけど、ただ浮島丸の爆沈にかかわらず、その関東大震災の朝鮮人の虐殺にしてもそうですし、今の段階で、日本にとって恥ずかしい歴史、そして中国とかアジアの人に対する加害の歴史はどうも放火無理をしていくという雰囲気が強いなというのが実感ですね。浮島丸の爆沈にしても、政府は亡くなった人は民間人が朝鮮人が524人と、日本人乗組員は25人だと、という発表をしてまして、で本来はもうそれ以上に犠牲者があるんじゃないかという証言がいろいろあるんですけど、すべていやもう終わったことだということで終わって説明しますんで、ちょっと疑問点が国として日本の国としてきちんと調べるんじゃなしに、もう過去のことはもうなしにするというそういうね雰囲気が強いような気がしますね。それはつまり何か隠してるっていうことですかね。なんかね、過去のこう、まあ、負の歴史というか、そういうのは、触れないという雰囲気は感じますね。うん、例えば、単なる事故であったら、はい、そんなに負の歴史というふうに思う必要がないってことですよね。はい、そうですね。例えば、その、米軍の機雷が爆発したんだということであれば、はい、その戦争が終わって朝鮮人の徴用工の労働者を国に返してあげようとしてたのに、うん、機雷にぶつかって爆発して不幸な事故であったということで、うん、何にも隠す要素がないですもんね、うん、ところがそういう機雷が爆発したのと言ってるんだけども、うん、詳しいことは言わないと。そうですね、1950年なんですけど、まだその時点では浮島丸の船の船体は舞鶴湾に沈んでたんです。で、それをいよいよ引き上げようという時に、朝鮮人のグループから、国に対して要望書が出たんですよ。引き上げるにあたっては、やっぱり船体を調べて、爆破の原因を調べてほしいと。で、その要求は当然だと思うんです。で、その時でしたら、なぜ沈んだのかということも調査できたんですけど、国としてはそれをしてないんです。だから、やっぱり調べないということは、もう過去の歴史を、まあ、隠すのと同じことだと思うんです。なぜその、何が都合が悪いんでしょうね。これは、徴用工の人たちを朝鮮に返してあげるために船に、軍が船に乗せてたんですよね。その、できるだけたくさん乗せて、釜山に送り返してあげるっていうことだったんですけども、それが、なぜそんなにこう、急にガッと集めて送り返そうとしたのかっていうのはどういうことなんでしょうか？結論から言うとまだわからないということが正直なところなんです。判断するためのやっぱり根拠資料がまだ見つかってないので、なぜかということはわからないんですけど、ただ浮島丸のところを調べてますと全く正反対の証言なり
がたくさんあるんです。例えば、浮島丸でわからないことの一つに、なぜ海軍が青森県内の朝鮮人を急いで浮島丸に乗せて、干して大港から出港させたかと。で、これにしても当時の大港警備府の参謀の人は、やっぱり戦争終わったんで、早く故郷に返してあげたいという証言してます。ただ一方ですね、浮島丸の乗組員の機関長が、日本が戦争に敗れて、そして大港の参謀たちが朝鮮人の暴動を恐れたためだと。この同じ海軍の中でも、ある人は人道的な立場から返してあげようと。ただ、同じ海軍の人が、いや、もう暴動を恐れたんだと。全く違う証言があるんです。それで、爆発した原因についてもですね、日本政府は、アメリカ軍の機雷に触れて爆発したと。いうふうに、してるんですけど、やっぱり海軍の大港の、工作部の人は、浮島丸に爆発を仕掛けたということを証言されたんです。で、その証言も青森放送のドキュメンタリーで証言されてますんで、やっぱり爆発原因も、全く異なる証言がありますので、浮島丸の話ってこんな話ばっかりなんですね。政府としていろいろね、調べた方が歴史の事実はっきりわかるのに、いろんな証言があるのに調べてないと。それが、いろんな誤解とか混乱を招いてると、私は思うんです。大港警備府の、はい、参謀の清水さんという方がね、はい、清水善治さんですか、はい、が、言ってることと、その機関長が言ってることが食い違うみたいなことが、はい、たくさんあって、例えばその、はい、目的地がそもそも釜山ではなかったんじゃないかとかね。そうですね。そういう話もあって、ありますよね。ありますね。大港の参謀は、釜山港だと。ただ、同時に、乗組員の機関長野沢さんという人は、いや、もう最初から舞鶴だと。釜山に行かないと証言されてますんで、全く違う証言が同じ海軍から出てますね。うん、海軍大港の工作部で働いていた人は、浮島丸船内からの爆発じゃないかと、テレビで証言されてますし、お父さんが海軍の、その工作部に働いてたという人も、自分の父親から浮島丸に爆発物を仕掛けたという証言されてますし、全くね、証言が海軍の中の人でも異なるんです。一つの出来事に対して、こんだけこう、真逆の証言があるというのは、やっぱり変なんです。だからどっちが事実なのかということで、浮島丸の船体を調べてほしいと、そういう要望があったにもかかわらず、日本政府は調べてませんので、ますますこう、疑問点が膨らんでいくんです。ただ残念ながらね、今の段階では、どちらが本当だったの、事実なのかということは分からないんです。そして、いろいろ調べてみますと、日本の政府としてもいろんなところで調査してるんです。例えば、厚生省の引上援護庁の第二副院局、ここも、浮島村が沈んだ後に、浮島村の船長ですとか、関係者にいろんな調査してるんですけど、その調査報告書はね、まだ公開されてないんです。それから横浜の軍事裁判所でも調査してるんですけど、それも公開されてません。だからそういう資料はやはり公開すべきだと考えてます、私は。そもそも何人乗ってて何人亡くなったのか、ね、っていうこと自体がもう全然バラバラってことですよね。そうですね。実際死亡者が何人とか乗船者が何人という記事が出始めるのも
1950年以降なんです。はい。それで今、乗船者の人数ありますけど、日本政府としては、朝鮮人が3735人で、乗組員が255人だと、いうことが言われてるんですけど、いろんな資料を見てますと、乗船者人数はいろいろなんです。一番少ない人数ですと、260人というのもありますし、6000名とか8000名とか1万人以上とか、乗船者人数もまだはっきりしてません。これから亡くなった人も、日本政府は朝鮮人が524人亡くなって、乗組員が25人と言ってますけど、いろんな資料を見てますと、いや、少なくとも3000人亡くなったとか、5000人亡くなったとか、いう資料もありまして、乗った人の人数、亡くなった人の人数も、はっきりわからないという状況ですね。関東大震災後の、その朝鮮人、うん、中国人虐殺事件と共通することなんですけども、うんうん、遺骨が、返還されていない、という問題もありますよね。このあたりはどういうふうに、現状どうなってるんでしょうか。遺骨の返還については、やっぱり日本の政府と、韓国政府話し合ってもらって、遺骨を早くね、返してあげてほしいなと思うんです。で、今の状況なんですけど、故郷に帰れてない遺骨が東京の祐天寺に280人分あるんです。で、そのうち韓国を本籍とする遺骨が275人分、朝鮮を本籍とする遺骨が5人分あるんです。それで今年の4月に、遺族の方が舞鶴に来られたんですわ。ほんで、その人とお話聞きますと、やっぱり遺骨は返してほしいと。ほんで、その人自身ももう80歳になられるんですけど、やっぱり遺族の遺骨は早く貸してほしいということは強く言われてましたね。はい。今のはもうほぼ沖島丸事件の概要なんですけども、前半ね、その日本人の責任だとか戦争責任だとかそういう頭でキム・ソンジェさんが演説されたことと通じるような話があって、そこも重要なんですけども、後半、沖島丸事件は、何人乗ってて何人亡くなったかすら実はわからないと。そして、日本政府はわからないままほったらかしにしているという、これ80年ぐらいそのままなんですよね。で、今、なんか妙に不自然にいろんな証言に食い違いがあるとか、そういう意味で謎が多いということで、実は過去には NHK だったり、それからいろんなテレビ局でも結構取り上げてね、ドキュメンタリーなんかも放送されてたんですけど、もう今なんかすっかり忘れられちゃってるというか、今、品田さんが、お話しされたことは、この本に、爆沈浮島丸っていう、ちょっとそれをして、シャッター半押しして。ちょっとシャッター半押しして。これのシャッター半押しして。ちょっとこれのシャッター半押しして。ピンが来てない。あ、そうそう。この爆沈浮島丸っていう本に、詳しく出てるんですけども、これが2008年に書かれた本なんですが、あまりに謎が多いと、いうことですね。過去にはキム・チャンジョンさんとか、そういう方がかなり詳しいルポを書かれてるんですけども、浮島丸プサンコへ向かわずと。で、この間青森のスペシャルの時に布施さんが真っ黒のものを出されてましたよね、資料を。あの話をもう一回ちょっと改めてお願いしていいですか。はい。本当に品田さんがおっしゃったように、僕もこの問題関心持って調べれば調べるほど分かっていない点が多すぎる、というのを感じています。
で、まあ、そのまだ解明されてないこう論争がある点っていうのはたくさんあって、それを話すだけでも何十分かかるんで、もう話すそこはあの細かいことを話さないんですけれども、90年代にご遺族の方が、国を相手に裁判を起こしてるんですね。謝罪と補償を求めて、集団訴訟を起こしました。で、その時に結局その、まあ、さっきその一つの論点として、このなぜ当時下北半島に、まあ、5000人から7000人ぐらいの朝鮮人が、さまざまな戦時中にこう地下の防空壕を掘ったり、軍港の港を作ったり、あるいは飛行場を作ったり、京阪相馬鉄道の鉄道建設に携わってたりってことで、5000人以上の朝鮮人がいたというふうに言われてるんですけれども、日本全国にいたわけですよ。でもその朝鮮人を戦争が終わって、朝鮮半島に、こう戻る船を日本政府がしたっていうのは9月に入ってからなんですね。でこの大港だけ8月22日に急いで慌てて朝鮮半島に返そうとした。これはなぜなのかっていうのが一つの論点なんですけれども、その90年代にあった、裁判の中で国側は何て説明してるか、主張したかというと、朝鮮人が暴動を起こすことを恐れたんだと。つまり、まあ、さっきその戦争が終わったんだから返してあげようってことではなくて、実はあの大港の、配備された海軍の部隊っていうのはまだ戦争が終わってなかったんですね。それはなぜかというと、ソ連が侵攻して、その海軍の部隊の管轄区域のサハリン、カラフトではまだ戦闘が継続していた。でソ連が攻めてくるかもしれない、そういう中で、何千人の朝鮮人がいて、戦時中も散々いじめ抜いたわけですよ。過酷な労働を強いて、叩いたりして。で、そういう中で、ソ連軍が入ってきたらですね、暴動を起こすんじゃないかというのを恐れて、急いで出したんだっていうのが、まあ、国側のこれ主張なんですね。で、当然国側、被告側がそう主張したので、裁判所もそれを認定していると。で、だからこそ、朝鮮人の中から、被害者の中からはですね、この国はその米軍が、落とした機雷に触れて、沈没したんだと主張しているわけですけれども、そうじゃない、これ口封じだったんじゃないかと。自分たちが散々戦時中ひどいことをやったことを表に出されたくない。だから口封じで沈没させたんじゃないかっていう自爆説がずっと あるわけですよね。で、それを助長させているのが、この船体を、まあ、1945年から54年ですか、ずっとそのまま放置して、で引き上げるときも事故原因の究明をしなかったと。いうところで、そういった疑問が、まあ、今なおこう残ってるってことで、で、私はその、やっぱり真相まだ明らかになってないということで、少しでも真相を追求したいということで、その裁判に関する資料をですね、外務省に情報公開請求したんですね。そしたらこれが出てきました。で、これは12月の青森のイベントでも紹介したんですが、これどういう資料かというと、この裁判で、当然、原告側が真実を明らかにしろと。で、その真実を明らかにするものっていうのは、こうでしたっていう主張ではなくて、客観的な証拠ですよね。当時の公文書であったり、政府の中に残っている資料を出せというふうに求めたことに対して、内部で検討してるわけですよ。これ、浮島丸関係資料の取り扱いについてと。で、これ今ですよ。私、請求したのは去年ですよ。で、出てきたのがこれ、もう真っ黒塗りで、しかも、この表紙だけ開示されて、あと残り13ページはもう、開示もされなかった、不開示。つまり、日本政府の中にどういう資料があって、そこに何が書かれてるかってことを、日本政府はついに、今なお、被害者の方々に、朝鮮人のこの亡くなった方のご遺族にも、示せと言われても示せない。隠し続けてるわけですよ。当然なので、被害者からは何かを隠してるんじゃないかっていう声が出るの当然だと思うんですよね。ただこれある意味、象徴してるなっていうことと、まあ、とりあえずそういう資料でさえ。事故だったら、そういうのを隠さないですよね。基本的に。事故っていうのはその不可抗力で起きることだから、事故だったらその調査報告書は全部公開になりますよね。で、なんだけど、そのまあ仮に機密だったとしても80年も経ったら普通機密指定解除になるはずじゃないですか。はい。
なのにまだ未だに真っ黒で出してくると、1945年の事件をね、それはやっぱりかなりあのおかしなことですよね、うん、はい、だからみんなが50年代、1950年代、60年代からこのことを追及していて、その当時はまだ隠してたとしても今2020、それ去年でしょ、はい、2023年にまだあのそんなものを出してくるっていう、そこまでして何を隠さないといけなかったんだっていうことがまず、うん、あの怪しいですよね。安田さんはいかがですか、これ謎だらけの事件なんですよね、うん、あの死んだ人の数もわからない、うん、でそもそもなぜ沈没したのかもわからない、わ、うん、からないことだらけなわけです、うん、でこれはね、布施さんがまあ情報公開請求して何も出てこなかった、不開示になった資料の一部がというところが、僕は実は謎を紐解く鍵がそこにあるんじゃないかと思ってるわけですよね、うんうん、先ほどの話、品さんの話にもありましたけれども、うん、これ沈んだ理由、一般的にはね、うん、機雷に触れて沈没したってことになっている、うん、ところが、まあ、これはさまざまな、布施さんと野間さんが見たドキュメンタリーなんか、さまざまな証言なんかを見ると、うん、そもそもがこれ例えば引き上げた時の船体の傷なんかがね、うん、外部から圧力を加えられて爆破した穴ではなくて、うん、内部で爆発して鉄板が外にめくれてる、そういった証言がいっぱい出てくるわけですね、うん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 、証言とかが実際にそういった現物になってる、うん、つまり機雷に触れたのであれば外から圧力がかかるわけだけども、うん、中からの圧力によって傷が広がってる船体の、そうした記録も残ってるわけです、うん、そうしてみるとね、これまだ何も断定するべき材料が僕の中にはないわけですけども、うん、何かの理由で爆沈せざるを得なかった理由が存在したのではないかって推論は当然成り立ちますよね。そうですね。だから、いやただの事故っていう可能性も十分あるんだけど、そうだったとしたら別に何も隠すことがないじゃないですか。だから何が都合が悪いのか分かんないけど、隠してるからみんながおかしいっていう思うわけですよね。しかもこれ当時報道もされてないんだよね。そうなんですよ。全くね、一切これだけ多くの人が亡くなっていながら、うん、例えば、まあ、その政府発表でいうとその520何人が亡くなったってなってるんだけども、これだけの事故があって大勢の目撃者がいて騒ぎになっていながら報道が全くされてない、うん、もちろんその報道感染が敷かれたっていう形跡もないわけです。つまり戦後ですから ね、何事もなかったかのようにしてしまうというところに、僕は何かね、意図っていうものがふわっと海面から浮かび上がってくるような気がするわけですよね。なんか昔のそのドキュメンタリーに京都新聞の人がなぜ報道しなかったのかっていうことを問われて、いや分かんないなっていう話をしてましたよね。そうですね。一つその被害者が多くが朝鮮人だったっていうところが、こう地元の日本のメディアが取り上げなかった理由かもしれないっていうことを言っていたのはあるんですけど、ただ当然8月24日っていうのは戦争の戦後の終戦後の混乱期というか、なのでそこを取り上げなかったってことは、もう仮にあったとしても、うん、これ非常に不可解なのは、1954年に船体を引き上げるときに当然そこを検証することによって事故原因っていうのを究明できる最大のチャンスだったわけですよね、でその時に先ほど安田さんがおっしゃった戦争がこの外に向かって歪んでると、でこれはその外で機雷が爆発してっていう形ではないっていうのは、これは政府が発表したわけではなくて、実は当然その引き上げっていうのは民間サルベージ業者に下請けに出して民間の業者がやったわけですけれども、その調査っていうのをやらなかったわけですよ、でなぜその写真が1枚だけ残ってるっていうのは、あるメディアだったかな、ちょっと私記憶が定かじゃないですけれども、カメラマンがゲリラ的にもうその瞬間を捉えてカシャッて、本当は撮ることを許されてなかったところで撮った、それしかないんですよね。つまりその場面においてもこのメディアが取材をすることであったり、そういうことをこうオフィシャルには許されてなかった。そこが非常にやはりこう隠そうとしているってい こう積極的に真相究明しようとしてないっていうところを示してるんじゃないかなっていうふうに思います。そうするとね、整理しますとね、3つの推論も成り立つわけですよね。1つは事故、米軍が、仕掛けた機雷に触れてしまって沈んだ、これは一つ、でもう一つはこれもさまざまな証言の中に出てくるんだけども、いわゆるその輸送船の乗組員、乗務員ですか、乗組員、そもそも釜山に行きたくなかった、もうすでに戦争終わってるわけだから、戦争終わってるのになぜわざわざ我々任務として
朝鮮半島に行かなきゃならないのか、命の証拠はないじゃないかっていう形で上官と部下の間でかなり激しい衝突があった、そういう証言もありますよね。つまり釜山に行きたくないから内部でもって、爆発させた、これが2つ目。そして3つ目、これがさまざまな証言でやはり出てくるんだけども、朝鮮人だから、つまり朝鮮人が、例えば大港で暴動を起こしたらたまらない、あるいは、これも他の証言出てくるんだけども、釜山についてからね、さまざまな保障を要求してくるんではないかと、朝鮮人が、つまりみんな強制労働させられたわけですよ、その苦しい過酷な労働、賃金も満足に払われていない、過酷な労働環境があった、そのことをあえて外部から、外地から日本に向けて要求してくるのではないか、それを恐れたから沈めてしまった、つまり意図的に船を沈めた朝鮮人であるがゆえに、乗員の多くが、こうした3つの推論が成り立つ、これがなぜ、このことがまだはっきりしないわけですね、どれが本当のことなのかということ。しかも先ほど、私実は今日この番組の前に目黒区の祐天寺っていうところに行ってきたんですけれども、さっき話の中にもあったように、今なおこう浮島丸事件の被害者の朝鮮人の283人分の遺骨がこの目黒区の祐天寺に仮安置という形で置かれているというのが、まあ通説にな、通説とか語られているんですね。しかし調べてみると、これは実は283人分の骨じゃないんですよ。分骨といって、何かというと、もう政府がこの事件で犠牲になった朝鮮人は524人だと、徴用工などが465人、あと一般の朝鮮人が59人、合わせて524人というのを根拠なく発表したんですよ。で、それに基づいて現場から船体を引き上げた時に収集したご遺骨を、それが誰のものかもう分からないから、それをその政府が発表した524に分けて、でその524の箱に収めたという形なんですよね。で、その肝心の本当にじゃあ524人なのかと、もっと多いっていう証言がたくさんあって、そうですよね。でもその政府が言ってる524人っていうことを裏付ける証拠は一切ないわけですよ。だからこれ本当にひどいなっていうふうに、そもそもどれだけ被害があって、どれだけの朝鮮の方が、人の方が亡くなったかっていうことすら日本政府は説明責任を果たしてないし、それはもう過小にこう少なく発表してるんじゃないかっていう疑いが今なおあるわけですね。そうですね、はい、分かっていることは、強引に、つまり終戦間際、終戦直後、強引に急いで朝鮮人をかき集めて釜山に向かおうとした、この不可解な、出航の要因がまだ分かってない、これ最大、まず最初の謎ですもんね、それはね。はい、では、その舞鶴で、沈んで亡くなった人たちは、そもそもどこからどうやって来たのか、なぜ大港というその下北半島からね、船に乗ったのかということを、これは今度は下北半島の方に行って、浮島丸下北の会というね、舞鶴の追悼の人たちが、昭和30年代ぐらいからいろいろやり始めてるんですけども、追悼碑ができたのが、昭和53年とか、それぐらいなんですが、下北の方はむしろ、要するに事故があったのは下北半島ではないので、後からそのこの浮島丸事件について関わって運動をするようになった人たちっていうのがいるんですね。後からって言ったってもう30年以上前ですよね。で、その中の一人である村上純一さんという方に下北半島を我々3人が案内してもらいましたので、その様子をまず、大港港というのがどういう性格の港であったかということと、そこで、どういう人たちが、どうやって船に乗ったのかということを詳しく解説してくださってますので、それをちょっと見てください。約 10分。浮島丸の運動そのものが、私たちが関わるのはすごく遅かったです。はい、舞鶴とかの方々に比べれば、なぜかっては、そういう話を
この地域でしないようにというふうな、うん、今はそう言わればなくなったんですけど、実際あの建設現場 の、はい、まあ、リーダーたちが、あの、うん、まあ、当時のリーダーたち、建設会社の社長さんだったりしたこともあって、そういうのをこう話さないようにとか、地元の有力者だったそうですね、はい、中には県会議員勤めた人もいます。なるほど。でこれが橋家です。この橋家はどこにあったものかというと、電信柱がありますけれども、あそこの根っこがここにこうあって、そこからこういうふうにこう出ていると。でそのここのところ、これがこう道路だったわけです。で道路からこう橋家がこう立つ駐車場じゃない、あのこれが出て、で橋家からあの船さん乗るその大量な人数、3000人とも5000人とも言われてる、これはここの道路にずらっとも、あの並んだと。何千人もの朝鮮人が県内各地から、あるいは北海道からこの場所に集まって、ここから朝鮮半島に船で帰ろうとした。そもそもその朝鮮人、何をしてた方なんですか？私たちが様々な方々と交流をしながら調べたのは、朝鮮人の方々は多くは3つの工事現場でに出向いていたと聞きました。一つはあの警備隊の中にある監獄の建設、それから、まあ、工事現場地下壕の、まあ、建設現場、弾薬庫の、まあ、隧道を掘るための建設などに当てられていたというふうに聞きます。それから大畑方面に行くには行っては大間鉄道の建設、それから飛行場の建設などが一番大きいものとして三大建設現場というふうに働かされていたというふうに聞いています。皆さん過酷な労働を経験して、それであの解放されたという形で帰られたと思うんですけども、皆さん喜び勇んで帰ろうとしたんでしょうかね？そうでしょうね。何か待ち望んだ家族のもとに帰ろうとしたか。今でもあのおじいちゃんの話を聞いてこの地を訪れる韓国の方がいらっしゃいます。おじいさんから飛行場建設に携わった話を聞いて、片目を持って飛行場を訪れて参考を手向けるという青年も中にはいました。あるいは海外からの留学生の中に京都だとか、それから北海道で浮島丸の話を聞いてその方々のために来たという方もいました。多くの朝鮮人が乗船した浮島丸、今後ろが海岸になってます。この海岸のどのあたりに停泊してたんでしょうか？だいたい1キロメートル先というふうにしておりました、聞いておりました。この場所から小さな船で沖合1キロに浮かぶ対馬丸、はい、それこそ何往復もしながら朝鮮人を運んでいったわけですね。はい。そして舞鶴沖で撃沈してしまった、これがいわゆる浮島丸事件と呼ばれているものです。政府の戦争責任の問題もあります。それから韓国に対する何と言うんでしょう、人権侵害の問題も含まれてきます。さまざま私たちが今抱えている問題と同じ問題、つまり戦前に行われた問題が今起き上がっているような感じがします。ですから私たちは新しく始めるということではなくて、今までのことをしっかりと復習あるいは振り返って確認をして、これからの生活に生かして若い方々にこう伝えていかないといけないのではないかというふうに考えるものです。はい、穏やかな海ですね。はい、とっても何か悲惨な事故の前触れを感じさせるような海じゃありません。はい、しかしこの海沖合ずっと見ていきますと岬が見えますね。はい、あそこは今でも海上自衛隊の基地になっている、つまり戦前戦中、ここはいわば軍都だった、はい、その歴史がそのまま継続されて
今あの岬の向こう側には海上自衛隊の基地があるいは航空自衛隊の、はい、また基地もそこに併設されている、はい、そういう状況です。大港の警備府が置かれていたのがこの場所だってことですよね。で、戦後はそのまま自衛隊基地として活用されている、はい、もともと大港警備府の重要な地点でした。大きい船も小さい船も、まあ、ここに来て活動していると。で、それが引き続いて今大港あの、まあ、自衛隊基地として今さらに大きいものがあの泊まれるようになってきてるんじゃないかと思います。で、以前の10万トン艦ドックなどはここから先 の、 あの、まあ、話だと思いますの で、 でそこで亡くなった方とかあるいはあの事故に遭われた方などはこの中にあの、まあ、慰霊のためのお墓なども作ったというふうな話も聞いてます。で、その後どうなったのかはなかなかあの知る機会というのはなくなっている状況です。つまりかつてこの敷地内で工事で亡くなった方がいらっしゃる、はい、その方の碑がある、はい、だけれども今は一般の方は中に入れないわけですね。入れないですね、うん、今目の前にある山のあちこちに随堂が掘られて、莫大な随堂が掘られたみたいです。3ヶ月間弾薬も食料も、はい、こう狂気なしでも生活できるだけの。警備区はやっぱりその日本の軍事上重要なやっぱり役割を果たしてたんですか。そうですね。だってここはここから北の部分、北海道、その北海道の北側、そこを管轄するところですから。まあ、東北だけじゃなくて北海道、樺太、千島、はい、そうです。そうしたところを防衛する上で重要な拠点だったということですね、はいはい、ですこの場所が、はい、で私たちの先輩がこう調べた一つの中にはあの8月15日が終戦 で、うん、で1週間後になぜ早くそうやって食べてなかったなければならなかったのか一つのとしてソ連 の、 あの参戦が影響しているのではないかと、うん、でソ連の参戦に戦争の行為によって実はあの、まあ、引き上げ戦がやられて随分影響を受けているわけです。でその影響を受けてここでもしそういうことが起これば大変なことになるから早く返せというふうなことをこう語られていました。で本にも残されているんです。大港警備府は8月15日で終戦ではなくて、うん、その後もソ連と交戦状態にあったんですよね。そうですよね。そういう意味では、はい、そういう意味ではやっぱり特別な、はい、だからここは8月15日で戦争終わったとは思ってるんですけど、実際は北の方ではまだ戦争状況がこう続いていて、はい、決してここの警備府そのものは終わったとは思ってないだろうと。で当時8月の15日あるいは18日というかここのトップの方々はここにいなくて東京方面に行って、で誰がどうここの指揮を取っていたかっていうのははっきりしてないっていう状況もあるんです。この樺山送信所はかつて飛行場でした。それはこの太平洋側から米軍が飛行機で飛び立って大港空襲に出かけるそういう地点の場所でもあったわけです。その米軍の飛行機を迎え撃つためにここに飛行場を作って対戦をしようとしたものです。でここにも多くの朝鮮人の方々が投入されて、そして戦後15日以降の浮島丸に乗船したと言われております。どのくらいの朝鮮人がここで働いていたとされるんでしょうか。それが全てそういう書類についてはあの、はい、終戦と同時にもう焼き捨てられてしまって日本軍の中にはそういうものがないとずっと言われてきている状況です。
これあの樺山飛行場のと。ここで働いてた朝鮮の人たちってのはあんまりこういじめられたとか、うん、そういうあれではないんですよね、うん、やっぱりいじめだとか大変な状況だったっていうのはやっぱりこれから行く鉄道の方キノップとかね、そっちの方はなんですよね。今の旧樺山飛行場はものすごい山の中に突然あるんですよね。そうですね、うん、だからあれあれこんなところにみたいな感じでした。それであの今、この後その、大間鉄道の方を村上さんに案内していただくんですけども、その大湊っていうのは結局のところどういう性格の町だったんですかね。あの先ほどから警備府という文言が出てきましたよね、はい、あの警備府っていうのはそれこそこれ海軍の重要拠点であって、うん、最も重要拠点とされたのが鎮守府と言われてもありました、うん、海軍の鎮守府っていうのは一般的には横須賀、呉、佐世保、うん、それから先ほど野間さんが撮影した舞鶴、うん、ここに置かれたわけです。そこに準ずる形で警備府っていうのがあったんだけども、警備府っていうのは、大港、それから朝鮮半島の知念、中国の旅順、台湾の高尾、ここに置かれてたわけですよね。いわば警備拠点、その名の通り。そしてこの大港警備府が防衛してたのは下北半島から北海道樺太、現在のサハリンですよね。だから、そうした千島列島までの広大な地域だったんです。その広大な地域をこの大港の警備府がいわば守る形になった、防衛拠点としていた。言ってみれば下北半島の軍事要塞化の拠点であったということですよね。うん、ね、そうですね。あの布施さんは下北半島2回目ですよね。あの、はい、この取材に関しても、はい、いかがでしたか。そうですね。もちろん大港という軍都があり、北方警備の、北海道千島、樺太を警備してたっていう重要な拠点だった、というのと。あとそこをやっぱり重要拠点というのが一番狙われると。で日本は当時本土決戦というのを考えてたわけですね。最終的にだから要塞化するわけです、その軍とのある地域全体を、うんうん、ということで、あの下北半島全体に、まあ、飛行場を作ったり大きな、地下、今日本であの台湾有事を想定して全国に地下シェルターを作ろうみたいな話がありますけれども、当時もやはり、連合軍が上陸してきた時に戦闘する際の地下壕を作ろうというようなことが工事があちこちで、行われた。そこに、数千人の朝鮮人が、強制動員されたということで、あと一つはあれですね、まあ、この後出てくる大間鉄道っていうのはその下北半島の一番先端にある、まあ、日本本州最北端の大間岬、そこに大間岬っていうのは津軽海峡に面していて、津軽海峡っていうのはまあソ連がその太平洋に出るまあ玄関口なわけですよね。でその戦略的要衝に北海道側とこの下北半島の両側に要塞を作って、いざという時にはそこから砲撃をするっていう体制を作った。でその重要な拠点である大間岬に対して軍の要員であったり物資を補給するためのあの補給線として鉄道を敷設するという、これがこれから話す大間鉄道ということで、まあ、下北半島全体が、まあ、大港だけではなくて下北半島全体を要塞化する、その中で、もう当時日本人はもう徴兵して前線に送られてますから朝鮮人を強制動員してさまざまな工事に当たらせたっていうのがこの下北半島だったと。これ一言さ付け加えるならばさ、軍事要塞化するということはそれなりの防御体制を取らなくてならない、つまり攻撃されることを想定としているわけですね、はい、これはあのちょっと話が外れるかもしれないけど沖縄なんかまさにそうじゃない、はい、軍事上の拠点として、つまり、南西有事であったり台湾有事っていうものに備える、だから米軍が必要なんだっていう論理になってるわけだけども、それはイコール被害を想定しなくてならないってことですね、はい、つまり軍事要塞化っていうのは被害を受けることによって成立する概念であるということ、はい、この辺はやっぱり沖縄なんか見ても、あるいはあらゆる日本の、軍事拠点なんかを見ても同じことが言えるんじゃないかなと思います。あるから安心なのではなく、そこに軍事要塞化している以上被害を必ず受けるということが想定される、そういったことを考えながらやっぱり基地というものを見なきゃいけないなということを改めて僕下北なんかを、ね、取材しながら思った次第です。それでその上陸してきた時に戦闘することを想定してたんですけれども、その時にその工事のために動員した朝鮮人のことを
日本軍って信用してなかったんですね。そうね、信用もしてなかったし、自分たちがひどい状況で働かせてたから、うん、いざ連合軍がの侵攻してきたら寝返って逆に自分たちを攻撃するんじゃないかぐらい考えていた、うんうん、で実際に大宮と警備所が担当区域にしていたカラフトでは実際にソ連軍が攻めてきた時に朝鮮人に対する虐殺事件も起きてるんですね。それはなぜかというと朝鮮人が寝返ってスパイ行為を働くんじゃないか、だから先にもう殺してしまえっていうことで殺してしまった。そういう考え方がこの大宮と警備所の中にも8月、まあ、浮島までを出すときにですねあったのではないかなってことは推理です、ね、うんうん、はい、今映ってるのがその大港桟橋、通称菊池桟橋という、この前に菊池旅館という旅館があったから菊池桟橋とも呼ばれてるらしいんですけど、今はその公民館の駐車場に埋め立てられちゃってます。さっき村上さんが、立ってお話ししたその立って指さしてた電柱のあったあたりがこの桟橋ということになります。それでこれは愛号の海という本から、複写してるんですけど、それはこの、これはね、こういう本がありまして、愛号の海っていうのがね、これが下北浮島丸事件下北からの証言集なんです。で、まあどういうふうな朝鮮人がどういうふうなところでどういうふうに働いてかみたいな、朝鮮人を見ただとか、あとその浮島丸に乗るために集まっている人を見ただとか、そういうような話が、を集めて、あとその下北からも追悼入れをしようということで、これが92年に出た本かな。でこれは前回、青森で、ゲストに出てもらった高杉大地さんにお借りしました。うんうんうん、高杉さんがこの本を持ってるんですね。で、まあ高杉さんはその地元なんです。さっき言いましたけど、その大間鉄道が、始まる起点となる大畑というところ、その大畑から、大畑のご出身で、今は青森市に住んでらっしゃるんですけども、で、今回高杉さん にお話を聞き、協力していただいたおかげで、その朝鮮人の飯場をが高杉さんの家の隣にあったと、うん、つまり高杉さんのお父さんね、高杉さんのお父さんが、住んでいた実家の隣が飯場だったということで、そのお父様にお話を聞いてきましたので、これなかなか貴重な証言でしたよね。 ではこの話をちょっと見ていただきたいと思います。8分になります。6社は朝鮮人、はい、あるいは島人というか、当時は島人で、鉄道のなんていうかな、構造物だとか、例えば古戦橋だとか、はい、鉄道橋だとか、そういうものの、はほとんど朝鮮人の方の、労務者がほとんど朝鮮人の団体というかな、うん、からあとはシナ人はですね、はい、大畑の町の中でずっと端っこの方で、はい、二枚橋という部落があるんですけれども、うん、そこから、うん、また山一つ越えて、うん、この方にまた、うん、キノップで、キノップ、はい、そこにトンネルがありますね、はいはい、今でも残ってますよね。残ってます、はい、はい、でトンネルの作業室で、うん、ってかな、ほとんどシナ人の団体というか、誰がどうして集めてきたのかよくわかんないけど、もともと私も実家の隣のうちがですね、その労働者たちの宿泊だとか、半場ですね、うん、我々も、うちは半場に入って、はい、で
よくあの、ええ、その中にいる労務者たちと、はい、の話聞いたり、あの、いろいろ杉話聞いたり、なんかしていた記憶がありますけどね、一番、ええ、あの、ええ、うん、記憶に残っているのがですね、うん、あのトンネルのあれ作業室だと思うんだよね、はい、トンネルの作業、うん、その時にあのなんか落盤かなんかあってね、はい、あの事故にあったんでしょうね、ええ、あの、ええ、うん、腕が片一方、あの左の腕が、ね、なくなってるから、随分あのそのトンネルやってる時に犠牲になった労務者というのはその、うん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 、その連中が多いですよね、うん、あそうですか、うん、食事するのにですね、はい、あの手があのないんでですね、こうあの座ってこう立つ膝で、うん、ここにですね、はい、こうあの食器物入りだ食器をこう入れ、て、はい、そして、うん、右手でこちらもう腕がないんで、はい、であの右手でこう食事してるっていうか、片手だけでご飯を食べてた、うん、でそれそういうあれがあの本当印象が深く残ってますね。そうですか、ね、半端に住んでた労働者っていうのはみんな朝鮮人だったんですか。ほとんどだと思う。何人ぐらいいらっしゃったの。何人ぐらいいらっしゃった感じですか。夕方になって現場から帰ってくる、はい、帰ってくればそこへ入るの、数が言うと30人ぐらいいたのかな。結構いたんですね。丹波で労働者のことをタゴと呼んでいて、はいはいはい、その労働者を管理する坊頭、はい、坊頭って呼ばれたっていうのも坊頭もオランダ、はい、どういう関係性っていうかその坊頭と労務者の方々の、まあ、あまりなんですかね、あのいじめたりなんかそんな、うん、そのことは見えなかったですよね。トンネルの作業なんかが、うん、あのなんかこうグループ分けして、うんうん、お前はどこお前はどこって、うん、なんかそういう作業をやっていたようですね。あ、仕事終わって帰るとき、はい、子供の目から見ても、はい、割と過酷な労働してきたんだなってことは思わせるような風景でした、はいはい、ね、まあ子供ですんで、うん、子供と服装かなんかで、うん、まあ、一般の人とあの違うなっていう、うん、そんなあの感じでは見てますね、うんうん、なんていうかな、あの解決して、うん、あの足洗ったり顔洗ったりして、ええ、であの食事して、はい、まあなんかたまにあの酒も飲んでいたりだしね、お酒を飲んで、うん、例えば歌を歌ったりとかそういった娯楽みたいなものを目にしたことってありますかね。いや特にない、はい、うん、じゃあ結構あれですね、仕事して帰ってきてご飯食べて寝るだけみたいな。そうなんか楽しそうにしてた風景とかはなかったんでしょうか、ね、ないですね。ない、うん、大きくなってからですよ、ね、よく考えてみるとですね、うん、片言 の日本語を、うん、はい、言うんだけども、あのよくよく考えてみるとですね、うん、関西の方のあの、うん、あの方言が、はい、うん、そういうあの、記憶がありますね。あ、そうですか、はい、その半場というのは、はい、例えば大畑の町の中にはいくつもあったんですね。大畑のから、はい、こう点々と部落がありますね、はい、もう根前橋だとか、はい、それ越えていけば紀ノ津、はい、それ越えていくと赤川だとか、ね、あのずっと行けば、はい、もう世界行くと
下風呂だと、はい、ちょうど海沿いに点々と、ね、北上する形で待ってそこにはみんなハンバーガーハンバーガーあった、うん、だいたいハンバーっていうのはあれですか皆さんこういった普通の家屋にいやーそんなそんなそんなもんじゃない、じゃあなんだろう普通の掘ったて小屋みたいなそうそうそうまあ言ってみれば、ええ、現場のコンクリート工事の型枠はいはいはい、ああいうやつを集めてきて、ええまあ、とりあえず雨が降っても入ってこないようなるほどそんな感じのものでしたね。そこは例えば先ほど言ったもう一度繰り返しますけどその棒頭の人も一緒に住んでたんですかね、はい、うんですね。それに棒頭の人がいて、はい、それから朝鮮人の労働者がいて、はい、棒頭の監督の中で朝鮮人も生活をしていた。やっぱりほら逃げ出す者もいるんでね、うん、そうですよね、はい、うん、そいつらの監督、もそういう棒頭だとか、はい、その人たちがそれもそれがほとんどのあち市長の女だったかな、ね、言い出すやつを、ね、浮島丸事件っていうのは、はい、いつ知りましたか。もうだいぶ大人になってからですね。あんまり地域の中でも話題になることもなかったなかったですね。はい、ということなんですけど、なかなか貴重なお話でした。で、さっきこういうふうにずっとこう点々とその部落が北の方にあるっていうですね、そこに全部ハンバーガーがあったという話を高杉さんのお父様がされていましたけども、この大間鉄道に沿って、二枚橋、キノップ、それから赤川はここに書いてないですけども、この大間鉄道というのは線路は結局敷いてないんですよね、うん、その橋とかそういうのだけを作って、その線路が敷けるようなところまで作って、で最終的には、その大間崎を越えてこの奥戸と書いておごっぺと読みますが、そこに到達する予定であったと、うん、点線部分はまだ着工もしてなくて、うん、そのまま昭和18年に中止になってしまって、うん、奥畑というところまでの鉄道遺構が今なおずっとコンクリート建造物が点々と残っていると、そういうところで、まあ廃線マニアとかにもね結構その人気の高いところなんですけども、そういうところでですね、さっきのこれがね愛号の海、さっきの下北の本に載ってます、うんうんうん、大間鉄道建設現場の写真です。なんか見たことあるようなあれですよね、なんか、ね、荒川放水路とか各地で ね、だからもうそういうずっと日本全国同じだなというのと、ね、あとトンネルを掘ってるとか、さっき村上さんの話で後ろの山のそこら中に隧道を掘っていたというような話がありましたが、結局これ頭で、新宿のアルタ前でキム・ソンジェさんが話されたことがそのまんま裏付けられているっていう、日本全国でそうだったんだっていうこと、だから本当にもうこの番組のためにあるようなお話だったなと思うんですけども、で同じ愛号の海から、これが当時の下北の半場マップというのがあって、これがさっき高杉さんのお父さんが言ってたこう点々と沿って、二枚橋、キノップ、カブト、旗尻とこうあると、それから大畑にももちろんあると、でまあ、あと樺山飛行場を作るところですとか、あとその山、警備大港警備府海軍のところの後ろの山のあたりにも、うん、ハンバーガーたくさんあると、こういう状況だったわけですよね。はい、ということで、その大間鉄道、ちょっと今はしょり気味に時間がなくなってきたんではしょり気味になってるんですけど、今コメントしたいことあったら言ってくださいね、どんどん。まあ、大丈夫ですか。実際に初めて私、はい、去年の4月に行ったんですけれども、うん、今回は車で案内していただきましたけれども、はいはいはい、じゃあ免許がないんで、はい、バスと歩きで、バスって言っても本当に1時間に1本あるかない
結構歩きで歩いたんですけれども、本当に地形的に言うと今能登半島で本当に大変な状況になってますけれども、この海岸線のギリギリまで山が迫っている、そうで本当にかすかなところに集落がもう孤立はポツポツとは続いているという形で、本当にこれは難工事だっただろうなと。だからその崖の中をトンネルを掘ったり、崖の外側に橋桁をかけたりっていうことを海沿いでねずっとこうやるわけですよね。その様子、どういう場所かっていうのをじゃあ今からちょっと見てみましょう。その大畑駅の様子から始まります。約14分、高杉さん、はい、懐かしいでしょ。懐かしいですね。高杉さんが生まれ育った場所ですよね。そうです。ここはどこですか？大畑町、下北郡大畑町、今大畑市、むつ市に入ってるんですかね。ここ駅だったんですよね。ここ駅です。で、小学校の時は毎日ここを通って通ってました。すごい懐かしいですね。高杉さんのお宅もすぐこの近くだったんですよね。そうです。私が生まれた家もここから歩いて4-5分かかんないな、そんなもんですね。今も下は線路が敷かれていますけれども、はい、高杉さん、ここはかつて列車が走っていたんですね。走っていました。どこからどこまで走っていた列車なんですか？ここはもう終点ですから。ここは終点、はい、あとは田名部とか陸奥、あっちの方ですね、大港とかの方に行く。今村上さんが立っているこの場所、ここは大畑線の最後ですよね、はいはい、ここで線路は終わってます、はい、ここから先がいわゆる大間鉄道と呼ばれる鉄道のだったわけですよね、はい、その建設が戦時中に行われていました。そこではどんな方が働いてたんでしょうか？ここで働いていたのは多くは朝鮮からたどり着いてきた労働者たちが苦労に苦労を重ねて働いていた場所だというふうに聞いています。本来ここからマグロで有名な大間ですね、はい、その大間まで鉄路が通じる予定だった幻の鉄道ですね。幻の大間鉄道と呼ばれました。今この大畑川のそばに立っていますが、この位置は先ほどの大畑線の最終からつながるところで、この先の川に橋桁が、太い橋桁が4本あるいは5本ほど立っていました。でその先に今指先が示すようなところに土手が見えます。あの土手につながって大間鉄道が引かされる予定だった、そういう今場所に私は立っています。ここからその大間鉄道の遺構をめぐる感じになるんですけど、これが、実は7連アーチの端っこなんですよね。そうですね。で、綺麗に残ってましたね。もうすぐこういう海です。不思議な光景ですよね、うん、決して使われることのない、今は使われることのないアーチがきちんと残っている。そうで、この一本、道一本だけがこう海岸沿いをずっと走っていて、これは本当すごいですよね。で80年経ってもそのまま残ってるわけですもんね。がっしり残ってるわけだから、かなりちゃんと作っている、技術力が高いっていう、そういう感じがします。そうですよね、うん、かぼーっと見てるとなんか蒸気音が聞こえてきそうな感じしますよね、うん、一回も走ってないんですもんね、ここ ね。これが二枚橋集落。それでこの隣の赤川というところにもアーチ橋が一つあったんですけど、それが 2-3年前 の、 水害で壊れちゃって流されちゃって、撤去になりました。だから、あとこの大間鉄道の遺構に関しては、
もうその廃線マニアとか、うん、未成線マニアとかいろいろ細かく鉄オタのジャンルが分かれてるんですけど、いろんな人があのブログとか YouTube とかに上げてるので、ぜひいろいろ見てみてほしいと思うんですけど、みんなもう大冒険になっちゃうんだよね、これをたどるとね。なんかとなんか岩の場をこうザイルを使って登っていってみたいに、ロッククライミングの世界になってくるんですね。そう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 、ほんでトンネルに入ったりとかするんですけど、まあ要するにそれだけ険しいところ を工事していたということになります。でこれはキノップ海岸ですね。チャット欄でも気づいた方いらっしゃると思いますけど、この辺みんなアイヌ語地名です、うん、でさっきのオクドと書いてオゴッペとかもそうですし、キノップもいかにもアイヌ語っぽい地名ですけども、うん、下風呂なんてもそうですね。下風呂温泉の下風呂もアイヌ語由来ですね、はい、だから そういうとそもそもアイヌの土地であった場所ということが言えると思います。まあ、八戸とかあの辺まで全部そうでしょうね、アイヌ語地名ですね。で、まあ、これがそのキノップ海岸というところで、この横にそのさっき高杉さんのお父様が言及されていた一番激しかったトンネルの工事の場所があると、その遺構がまだ残ってるんですね。トンネル自体は入り口塞がれちゃってるんですけど、戦後しばらくは生活道路として使われて、バスが走ってたらしいですね、はい、今別 の, あの道路が綺麗なのができたの で, たで、うん、もう塞がれてしまう。そうそう、廃線じゃないんだよね、未成線なんです、うん、一度も線路が敷かれなかったんですよね。これがトンネルから出てくるところの橋桁ですね、うん、この延長線上に山穴にぶつかりますけど、そこにトンネルが通っていた。奥戸はおごっぺじゃなくておこっぺだろう、おこっぺなのかな、ちょっと後で調べてみます。正しくはおこっぺでした。今調べました、訂正させていただきます。ありがとうございます。この上にこう線路を引いて、で鉄道を敷くと、でこのすぐ先にトンネルの入り口があったんです。で今はその入り口もこう塞いでしまってますけれども、その入り口からこうつながっていくと、でこの先のトンネルが一番の難所トンネルで、人間も一番こう亡くなったり一番の厳しい作業だった場所と言われているところなんです。我々が泊まったところですね、はい、ここから温泉映像が始まるのかと思いきや、うん、そういうわけではなく、温泉映像先週出しましたからね、出しましたからね、もうね、サービスカットね、はい、これが下風呂に駅の跡なんです。これがすごいんですよね。でこれが何が駅の跡というかというと、まあ未成線なんですけど駅を作ってあって、これが普通の駅に上がる階段を当時作ったものをそのまま今も通路として使われていると。そうですね、知らなければ普通の地下道にしか思えませんね。そうですね、うん、でもよく見るとあ駅
の階段だっていう、まあ、上から見たら分かりますけど、これ駅の階段ですよね。これはやっぱりまた公民館の駐車場になってるんですけど、これ駅の入り口ですよね、田舎のね、これも80年前に作ったものをそのまま今もその崖の下に道路の下の道路に降りるのに皆さんが使っていると。で、要するにここからここに上がってきたところにプラットフォームがあった、作られる予定だったという感じだと思うんですよね。この鉄骨は後から作ったのかどうかわかんないけど、これやっぱり当時からあったんじゃないかな。どうなんでしょうね。後から付け足したりって難しいですよね、この感じだとね。下から ずっとこう伸びてるもんね。あの、少なくともこの錆具合から見るとかなり昔からあったなっていうことは推察できますけど ね。まあ、電灯とかは後から当然付けてると思うんですけど、この鉄骨も80年前に組んだものなんでしょうね。これは構造そのものだもんね、うん、で駅っぽいでしょ、やっぱりこの形がね、うん、でこの先にさっきあの二枚橋は7連アーチ橋だったんですけど、13連アーチ橋というごついのがあって、はい、それが今観光地化されていて、まあ、遊歩道になってるんですよね。でこの道があの今の階段から出てくるところなんですけど、こうグッと曲がってるでしょ、うん、これがまた駅っぽいじゃないですか。あの田舎の駅って、そこであの交換できるように、うんうんうん、そこだけこう両方に線路が分かれてまた戻るみたいになってるでしょ、うんうん、この形ですよね、この道はね。だからここの真ん中に駅を作る予定だったんだなというのはこれで分かります。だから、そういうふうにしばらく行くと、まあ、この後どういう風景かというのも見えますけども、ここでやっぱりこう戻るんですよね。だからこの真ん中がやっぱりプラットフォームを作ったんだと思うんですけど、これが下風呂温泉 の僕ら泊まった一番の老舗の丸本旅館の ど真ん前から見た風景です。だからその今の道が丸本旅館のすぐ横の道なんですよね、うんうん、これがいわゆる現代観光遊歩道になっているところですね。そうですね。これが13連アーチ橋の上なんですけども、うん、まあこの綺麗に今雪で見えないんですけど、線路とかも埋めてあって、でも実際には線路なんか走ってなかったんですよね、うん、でこうやって手すりをつけて遊歩道にしてあるんですけど、うんうん、これがだからその廃線未成線マニアには悪評を踏んで、うんうん、全然風情がないけど20年ぐらい前の写真見たら、ここ本当になんかこの上草が生えてて、ただのコンクリート構造物で、まあ、その上に乗って歩くこともできたんですけど、うんうん、落ちたら死にますみたいなそんな感じだったんですけど、もうこの青い、なんで青いペンキで塗ったんやろ、すごいもうものすごい怒ってる人いますね、20年ぐらい前のブログを見るとね。20年ぐらい前、そうだね、2005年にこうなったんですね。いかにもこれ、駅っぽい作りに左側になってますけど、これはだから後から作られたものですね。足湯、足湯なんです。だから本来の駅はさっきの階段のところで、これは駅風に観光客向けに駅っぽいものを作って、ここに足湯を作って、みんなここで一休みすると、うん、でこれ下風呂って書いて、これも駅名表みたいになってますけど、次の駅大間じゃないですからね、本当は、うん、そうですね、大間ってまだ全然先ですから、はい、でこれ全部雰囲気ものです、本当はもっと細かい駅の跡が、あのいろんなところにあるんですよね。全部回れませんでしたけど、うん、とてもじゃないけど、これが風間浦村が書いたそのこの綺麗にした時 のこれが13連アーチ橋、こっからしか見えないんですけども、ものすごいやっぱり構造物なんです、ね、これも綺麗になんかこうコンクリートの塗り直してますよね。塗り直してるんですけど、そういうのもまあやっぱり
あの我々マニアとしてはあれなんですけど、まあ、観光地としてはね、しょうがないかなという気はします、うん、はい、という感じでした。そして、こっからその喧嘩して、信じる人いるから喧嘩はしてない。旅館で喧嘩して、なんやお前とか言って喧嘩、取っ組み合いの喧嘩に、まあ、物語として面白いけどね。なって、次の日は朝から別行動になったんですけど、彼らは美味しいマグロを食べる。大間といえばマグロですからね。いや、なんかなんですか、要塞を見に行くとか言ってたけど、多分目的はマグロ。目的はマグロですね。で俺はなんかうん、後から合流する予定がその日だけそのバスが走ってなくて年末でしたからね。そう、まあ、いわば別行動で仕事をしたわけですけども、俺はなんか寒い下北駅前を一人で歩いてコーヒーを飲ませてくださいとか、結構楽しんでたよね。地元の人しかいない喫茶店に突然行って、ちょっと温かいコーヒーを飲ませていただけませんかとか言って、そんなこと言ってないですよ、ね、言ってない。普通に駒沢のおばさんで楽しそうにやってた、はい、我々も楽しかったけど、はい、でその今から見せるのがその、はい、津軽要塞。津軽要塞っていうのはもともと函館要塞と一体化してたらしいんですけども、はい、要するに大港から先っぽ全部のことを指すんですか、津軽要塞ってのは。そういうことですよね。あ、津軽要塞は、うん、津軽海峡を挟んで、うん、あの函館が北海道側と大間の周辺の砲台ですよね。はいはいはい、向こう側も海峡通る敵艦を攻撃する砲台として。なるほどなるほど、わ、はい、かりました。じゃあそこを安田さんと、布施さんが見てきてくださいましたので、それを見たいと思います。いい景色でしたね、うん、窓からずっとね、この海を見ながらバスでどのぐらい来ましたか、知りましたね、下黒から大間まではとりあえずバスで行きましたね、はい、でちょうどバスの横にやっぱり大間鉄道の様々な跡が残ってますね。そうですね。そう、でこれは大間に入って、かなりなんかかっこいい道をね、しばらく歩いていくわけですね。そうするとこの建物、コンクリート製の、まあ、この構造物にぶち当たるわけです。これなんだか見てる方分かりますでしょうかね。統治家なんですね。コンクリートの厚さがものすごいんですね。ね。これ見ていただければわかりますけど。お、ここから入れます。これ結構山の上に上がってるんですね。でもそんなに山の中って感じでもないんですけども、道路から少し外れます。もう海からすぐです。つまり海から上陸してくる敵をここで迎え撃つわけ、干渉しながら穴に銃を出して撃つというためのものです。この先ほどの穴、意外に狭い。これ見ると分かりますかね、コンクリートの厚みがね。中は意外に狭いですよね。そうなんですよね。そうですよね、ここからね。で、ここから数百メートル先近くに砲台が、もう今はそれはもうないんですけれども、実際に大砲の砲台があったという。陸軍の施設ってことですね。陸っていうのはそうですね、陸軍の施設だっていうことを証明するものですね。
もうほぼ藪こぎみたいな感じですけど、案内人もいないのによく行きましたね、これね。これは先ほどとまた違う場所です。ここが伝統所ですね。伝統所ってのは何なんですか？言ってみればサーチライトみたいなライトを、夜敵が来た時にこう照らすようなものをこの中に保管して、それを外に出してやるという。なるほど。そういう保管する装備です。これもこのサイトによるとかつての A 社だったという。この潰れた家屋がかつての A 社だったすごいですね。そういうのがインターネット上にそういう情報もあるんですけど、ちょっともうそれが本当かどうかは僕らもちょっと確認できなかったんですけど嘘かもしれないね結構適当なこと書いてる。当時の A 社がここまでの形で残ってるかどうかっていうのは、だって結構これなんか合板みたいなのでできてるよね。どうなんだろう、どうなんだろうと思いました。もう後ろ海見えますよね。綺麗まで残ってますね、まあでもこれ農家のなんか物置っていう感じがするね、漁具なんかもありますね、やっぱりね、こうした遺構が何の説明はもなく、何の注釈もなく、ポッと目の前に現れる、ここはやっぱりその軍事要塞化した地域であるってことのやっぱ名残ですよね。この近くに大間中学校だったんですかね、があって、その校庭には当時の軍の倉庫も今も使われているっていう、ちょっと見ることができなかったんですけど。ここにさまざまな当時軍人がたくさんいて、その軍人の食料であったりさまざまな物資を輸送する輸送路として大間鉄道を作ろうという。はい、お疲れ様でございました。まあ、本来ならここでマグロを食べるシーンを入れたいところなんですけど、マグロ動画をまた安田さんが撮ってないんでね、入れられない。嘘ですよ。別に責めてるわけじゃない。いや、まだ、ごめんなさいね。はい。駆け足で、来ましたが、はい、今回の取材、いかがでしたでしょうか。安田さんと、布施さんから、最後、締めで。そうですね。僕は4月、昨年4月に行った時は、まあ、先ほど言いましたように、足がなかったので、昨日までしか行けなかったんですね。で、今回その先の、桑畑っていうところまで大間鉄道の工事はそこで終わっていて、で本当は大間まで目標としてたんですけれど、その区間っていうのは工事は結局できずに終わって、ただその目的地だった大間の要塞跡も見ることができました。でやっぱりなかなかこういう遺構がこうした形で
ポイントポイントで残ってるところは結構あると思うんですけれども、あの大間鉄道の場合は結構あの有名なアーチだけじゃなくて部分部分で本当にたくさんずっと連なって存在してるんですよね。でそういう意味ではそこを歩くことによって当時そこで働いていた朝鮮人の方たちの労働がいかに過酷だったかっていうことを、あの4月に行った時はちょっと暖かかったんですけれども、今回まさにあの真冬でしたんで、まあ、そういう中で本当にこうあの高杉さんのお父さんの、証言にもありましたけれども、本当に格好も防寒具も全くなく、本当に裸にちょっとこう、覆うような形の服しか着てなかったと。でそういう中でああいう過酷な真冬の中で、労働がいかに大変だったかっていうのを実感することができて非常に良かったなというふうに思ってます。はい、今ね、布施さんが言われた通りね、僕らはダウンジャケットを着て中にセーターを着て、うん、そして防寒対策しっかりして歩いてるわけですよ。寒いです、それでもね、うん、寒い寒いと言いながら我々歩くわけです。で改めて思ったわけです、ここに吹き散んでくるその北風を全身に受け止めながらね、朝鮮人労働者がこの鉄路を敷こうとして働いてたわけですよね。いや違う、働かされていた、労働を強いられていた。つまりこれ今まで野間さんといろんな方面回りましたけど、鉄路あるところに朝鮮人労働者は必ずいたわけです。日本のインフラを作ったのは、あるいは戦争のために必要とされたものを全てその多くが朝鮮人労働者に労働を強いることによって成り立っていた。なのに今振り返って私も今という時代の風景を考えるわけです。それをなかったことにしようとしたり、布施さんがさっき言ったようにその歴史を否定したりすることによって、そうした苦渋に満ち満ちた人の思いや侵された人権というものが全てなかったことにされてしまう。僕らはやっぱりこの遺構が残っているというだけじゃなくて、それを見ることによってね、今何が行われたのか、私たちは何をしてきたのか、社会は何をしてきたのか、何を強いてきたのか、それを考えるいい機会になったと思いました。津軽海峡の風景を見ながら、そして雪の中に閉じ込められた遺構を目にしながら、そこで行われたであろう数々の、やっぱりその現場というものがふわっと浮かび上がってきたような気がしましたね。忘れてはならない風景だと思います。はい、あの僕はね、舞鶴から、下北に行きましたけども、うん、さっき大港の山の上にレーダーがありましたよね。でその中隧道が全部掘られていると、はい、でそのあのレーダーのことを通称ガメラレーダーと呼んでるらしいんですけども、あれでその北朝鮮とか中国の方まで全部カバーしていると、あのと北東部、アジア北東部を全部カバーしているということで、まあ、そういう意味でもあの今でも一種要塞であるということなんですよね、あの下北半島は。で、あのその山の中には地下壕が掘られていると、あちこちに掘られていて、という話がありました。それから舞鶴では、舞鶴の山って全部頂上が平らになってるんですよね、うんうん、やっぱり舞鶴も砲台が多くために頂上を削って平らに、山を平らにしてて、それがなんかその特徴的な地形になってる。やっぱり今回その思ったのは、軍都から軍都への、浮島丸は、進んだのだということで、その背景にはその、うん、やっぱりなんていうかな、朝鮮人労働者っていうのがどちらにもたくさんいて、で、意図的だったのか事故だったのかわからないけども、やっぱり割り置くはされているのがその朝鮮人の強制連行された労働者たちだったと、はい、こんなことばっかりじゃないかというような感想にやっぱり至っていくわけですよね。で、あの今回ね、まあ、ちょっと最後に本の紹介をしておきます。最初に、インタビューに出た品田さんが書かれた本、ワクチン浮島丸。これはあの今普通に Amazon で新刊で手に入ります。はい、でこれはあの野田美希夫さんと、須永康郎さんという2人の方の話をもとに、舞鶴の運動がその追悼の運動がね、どういうふうにして出来上がってきたかと。やっぱりね、あの話を読んでると、あのなんていうの、山本澄子さんの話とかにもすごい近い。で、あと関東大震災のことをやってらっしゃる、みんな元先生ですよね。で、この野田さんという方も元先生なんです。
で、やっぱり最初昭和30年代の後半とかに差別の問題が、民族差別の問題が学校で持ち上がって、それをどうするかっていうところから全部入ってる。山本澄子さんも同じ話してましたよね。で、それからあと、荒川の方でもそう同じような話をされました。西崎さんがまさにそうでしたね。そうですね。だから、そこからやっぱり70年代を通じて、その加害責任みたいなものに向き合う動きが出てくるということが、でみんなやっぱり学校の先生です。でそこもやっぱり一つ大事かなと思いました。さっき追悼の碑を作ったのは、中学校の美術の先生だったという塚本耕作さんという方が作ったということだったんですけども、みんなそして真面目、で真摯で、なんかその時代性っていうのがね、やっぱり僕らその安田さんがいつも笑うな笑うなって言ってるけども、そういうものと対極にある時代がやっぱりあったんだなっていうようなことを非常に今回も感じました。関東大震災の取材してる時もそうだったんですけどね。で、これは有名なキム・チャンジョンさんのルポですけども、これは結構古いですね、1984年で、実は僕らが取材を始めた後に2週間ぐらい前にキム・チャンジョンさんが80年代にちょうどこの本を出された前後に、MBS の、はいはい、大阪 MBS の、映像80、映像80っていうドキュメンタリー、今フルで YouTube に上がってるんです。で実はね、その人の YouTube のリストを見たら1ヶ月ぐらい前に YouTube、 去年の11月ぐらいに始めた人なんですけど、全部見たいやつしかないんですよ、ね、リストが在日コリアンとかね、いろんなその戦争問題とかその歴史問題とかまとまってるんですけど、大体全部80年代のテレビ番組の43の比率のを勝手に上げてるんですけど、これなんかすごいアーカイブで、なんか誰か知り合いなのか偉い人なのかもしれないっていう匂いがプンプンする。でそこにキム・チャンジョンさんが、映像80で自ら企画して立ちレポしてる浮島丸のドキュメンタリーが上がってるので、消えないうちに見てほしいなと思うんですけど、ラストでやばい話になって、結構やばかったですね。やばい話でしたね。これはね、 NHK のドキュメンタリーもやばいんですけど、NHK のドキュメンタリーで話が何回か出てきてたじゃないですか、品田さんとか。バクチンっていうね、バクチンですね、はい、でそれは70年代にできたやつなんですけど、それは NHK アーカイブスに今入ってないんですよね、お蔵入りにされちゃってるっていう、はい、でそれも流出テープを元にしたものを見せていただきましたけど、結構やばいインタビューが満載でしたね。元乗組員の人とか、元海軍の人とかが喋ってるんですけど、そんなことを言っても大丈夫なんですかみたいなことを結構言っていると。で、この、浮島丸副参考へ向かわずっていう本は、結構、新刊では手に入んないです。なんか文庫になったかな。でも、中古、古本では、まだ、出回ってるので、ぜひ、読んでみてください。それから一番入手困難なのが今回高杉さんに書いた愛号の海、これはなかなか入手困難で古本屋さんにたまにありますけど、僕は品切れだったので、借りるしかありませんでした。でもこれはすごく重要な本なので、ぜひこれをもし見つけたら即買いということで、チェックしておいてくださいね。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますが、最後にその品田さんがその本の中で書かれている、浮島丸殉難者を追悼する会のね、野田美希夫さんと、須永康郎さんという2人の方に、さっきのこの本ね、ロングインタビューをして、それをもとに書かれてるんですけど、その音声を僕も聞かせていただきました。それで非常に大事な話をいろいろされているので、最後それを聞いて、そのまま終わりにしたいと思います。今日は布施さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。なんか新しくなってることについて何も触れずに来てしまいましたけど、このまま触れずに今日はちょっとネットワークの調子が悪くて、その理由も分かってるんですけど、来週には改善しますので、はい、みんな新しいスタジオだよ
あと一つだけいいですか。はい、どうぞ。今日ちょっと話に出てきましたけれども、うん、毎年8月24日には舞鶴で慰霊式があるのと、うん、浮島丸が出港した8月22日前後に、うん、大港でも慰霊式があり、また今遺骨がまだ仮安置されている目黒区の祐天寺でも、うん、8月にそういった慰霊式が行われているので、うんうん、もし関心持った方、いらっしゃいましたら、ぜひそういったことにも参加するっていうのも。そうですね、はい、僕らも引き続きちょっとそれを追いかけていきたい。今日、ね、実はまだ 言いたいこととか言えてないこととかたくさんあるんで、継続取材ということで、どんどん深めていきたいなと思います。でも舞鶴の式典をおととし行った時にほとんど在日朝鮮人の方の参加者が多くて、うんうんうん、日本人が少ないんですよね、うん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 、これ逆だろうっていう。そうだね、うん、そういう意味でもぜひ参加していただけたらなと思います、ね、はい、それはまあだからその群馬の森のことももそうですけども、うん、どんどん主体的にやっていかなければならないという話を最後に聞きます、では今からこれを聞いてそのまま終わります。皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。51年に実行委員会を作るわけ、はい、でその時にじゃあ朝鮮人団体はどうするかっていう話になって、はい、それでそれぞれに話し合おうと、はい、いうことで総連と話し合ったら総連はいいことですと、はい、いうことで私たちもできる協力をしますっていう話をして、はい、で民団と話した時に、はい、民団が揉めた、みんなとの間で。その、呼びかけの文章だとか、朝鮮山の中に朝鮮というところが入っているのは変更だと。はい、でそれを改めたら協力すると。うん、で今さら改められへんということでね。まあ、そのもの、じゃあ私ら協力せんへんという格好で、民団とは物分かれてる。で、その時に、いろんな言葉のやり取りがあって、はい、朝鮮という言葉と、韓国という言葉と、うん、歴史的にどうのこうのといういろんなやり取りがあったんやけど、はい、話が終わってから、頼るのは予想と。日本人の運動として日本人の手でやろうと。それまでは、はい、死体が発見せんと、はい、追悼の一本で協力する人が集まってくれと、はい、いうことにザーッと来てるわけ。はい、ところがその、まあ、難しいと。政治的背景とか何とか考えると、死体をはっきりしてやっていかんと、うん、いろんな混乱も起きるし、間違いも起きると。だから日韓条約の関係も含めて、うん、やっぱり戦後処理の問題、戦前の問題、はい、戦後処理の問題が引っかかってきた、はい、でそこでこの運動を進める側としても態度をはっきりさせないかということになって、はいはい、でそういうふうな討論になって、もう一つ歴史的背景に踏み込んで、はい、日本人の責任という格好になったかどうかはちょっとわからないけど、うん、だけど火を立てるっていうのは日本人の運動としてじゃないかと、はい、日本人の責任としていうことが出てきたのは、はい、実行委員会らしい追悼する会の中で、うん、民団総連の扱いはどうするかという党の中で、うん、やっぱり日本人の責任という言葉が何回もできれば、これからもしその討論がなかったら今でもずずずずずずっと来るかもわからない、うん、最近ではそういう意見出してもってありがたかった、はいはい、だからほんまにね、その後こう勉強していくと、やはり戦後処理あるいは戦前の日本の歴史的な立場というやつを考えたら、はい、やっぱり日本人の責任があるということをね、はっきりしてきたし、うん、よかった。